その後っすね。なんか浜田さんとか関係性とか。いや、あれから実はあれなんだよね。また大喧嘩して。浜田さんと、うん、これカットかもしれんけど。動画見直すじゃん。もっと、じゃよかったね。あ、ここに切り込かなと思ったら、読み後ろから、まだ OK ないよ、言われて。どうなんですか？あ、ラッキーですね。俺そう、浜野さんのとこ行ったら、これやろうと思っとった。特別値引き。これ、まあ、動画見た。値引き。まあ、金額にもよるけど。おはようございます。あ、ダメダメ、それ怖がれる1ポイント。今のはもう、威圧感がある。威圧感。怖がられる1ポイント。違うよ、違いすぎるね。何ですか？はい、あの今日、今から浜田さんのところに社長と行くんですけど。え？社長と浜田さんのところに行くんですけど、この前ね、この前の話があったから井村さん撮っちゃおうと思って。何を撮りたい？その後っすね。その後なんか浜田さんとの関係性とか。いや、あれから実はあれなんだよね。何ですか？また大喧嘩して浜田さんと、うん、動画外で動画外でそれ動画にしてくださいよ。嘘嘘嘘嘘いや、まあ、まあ、その後はあったけど現場で、うん、まあ、別にそれといった心境はないよ。いつも通りみたいな。話は頭に入っとるもんで、うんうん、まあまあ今後意識っていうか、しゃべる、まあそういう感覚でしゃべってる。俺は分からない、向こうが何て言うか分からないけど、あと取りに行って何て言うか分からんけど、その後現場何現場もやっとるとかでもないし、まだちょっと日にちが浅いか。日にちが浅いと思うよ、多分もう年内も多分ずっと向こうの現場だから。あ、もう一人の営業。そう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 、そう、今日の現場もそのもう一人の営業の方だったから、大喧嘩してほしかったなぁ、だったら。するわけないでしょ。浜田さんとか、喧嘩とかにならなさそう。まあでも、まあ、その、思っとる、その、日々の思っとることは、まあ、言える風にしてかなかなと思うし、うん、俺の現場以外だと思う。あ、まあ、ちょっと相談してくれるような感じ。そうそうそう。なかなかも、その、俺も会えんときは、本当会えんし。だって、入れが違うから、全然。確かに。だから、ほんと進展ない。次の日が日曜日だったか、翌週、まあでもすぐぐらいに現場でも顔出しに行ってるよ。ああ、でも別に普通に喧嘩することなく、喧嘩なくそんな、なんか普通にさ、ピリピリ感も別にないだってなんか、まあこれカットかもしれんけど、まあ、動画 見直すじゃん、うん、多分浜田さんもちょっと見たんじゃないかな。もっと逆に喧嘩しちゃよかったねみたいな。キヤマンとこで飲んだの。さあ、でも俺は何が面白いかって、結果浜野さん何も喋ってない。俺来たら言いますわぐらいまで言っとったくせに何も喋ってない。確かに喧嘩っていう、てか、その動画的に、うん、言い合いとかでもなかったそうね。 YouTube のことを考えてるんですよ。うん、そうそうそう、なんかすげえなんか考えてくれとった。浜田さんでもいつもそう、なんか私一人とかで撮りに行くときもあって、こういう風にした方がいいよねとか、こういう風のこと喋った方がいいよねとか言って気遣ってくれるから、案外なんかその再生のこととか、なんか動画のこと考えてくれてる。そうそう、動画でもなんか言ってるけど、エンターテインメントなんですよ、社長が、うん、カメラ回しても、いや、そうみたいな感じ。まあ、エンターテインメントだけど、お客さんのとこ行ったらお前演じるわけだろ。じゃあここでも演じる。なんかその意味が分かったみたいな。慣れてない人って分からんじゃん、その場に。まあ確かに、だって浜野さんなんて特にドッキリとかより現場撮る感じのが多いから、喧嘩したら撮りに行きますね。また撮れたらないでしょ今。いや、かね、この後浜野さんと行くから、もしかしたら浜野さんがめっちゃまた出てくるかもしれない。そしたらめっちゃ撮れたかい。出てきたらおかしいから一旦閉めてください。閉めてください。井村さんの一旦の締めをお願いします。めっちゃ考えさせて。締め方、じゃあ浜野さんどうぞ。シンプルだし。浜野さん、お疲れです。カメラも復活しました。浜野さん待ってたでしょ。それは逃げていくんですか。
あれからすっかり人気者じゃないですか。ストレスにハゲちゃって。なんで円形脱毛になっちゃった。あの後あの喋ってから。いや、いろいろ。何あの後なかったさ。ショートもなんで。すごい。ほんとだ。マジやん。こっち。え？そう。こっちはない。こっちはあります。あ、ある。いいですか？写していいですか？なんで？あの後。わからないし。あの後。急になったんですよ。ほんとストレスだったんですか？いろいろ、まあ、ストレスが多かったですから。ショートはあれからうまくいったんですか？まあ、別にはい。いや、なんか誰かが言ったから、リオだったから、やっぱあの動画で、なんか言ってないけど、あんまり喋ってないけど、やっぱ言ったことすっきりしてるから。顔が、なんか動画見てる顔、やっぱ、っていう人もいたね。顔がすっきりしてる。今後は家になったんですか、ショーとか。いや、どうしてもこれちょっとやっぱね、なわんよ、とか。お金の話はしないですね。言わなかったもん。でも、なんか、井村さん曰く、あの動画撮った後に、その、やっとる最中の現場があったから、俺が今、一緒にやってないみたいな。そういうことか。全然、大丈夫、大丈夫そうなんですか。大丈夫です。値段もあったの？あの人一回、現場来て、喋りました。だってあの時はよくもでも大していくことがなかったもんね。2人の会話も全然つまらなかった。もうちょっと喧嘩しないと。いやでも違う。でもそれ井村さんが言って浜野さんハゲたんですよ。ハゲ隠してるわけさ。ハゲだぞこちら。浜野のハゲこちらだ。浜野のハゲは黒い服の人だぞ。その時切り込かなと思ったね。嫁が後ろからまた OK ないよって言われて。本当奥さん喋るんだ。すごいね。なんか仲いい、家族仲いいって言ってたもん。すごいね。息子とも仲いいっすね。奥さんと喋るんだ、すごいね。ちょ、普通おかしいっすけどね。こっちがおかしくなるから。え、なんであれですよ。日曜日は3人で出かけます。うん。嘘でしょ。ミオと同い年の息子がいるの。どこ行くの？イオン行ったり。嘘でしょ。本当ですよ。だって結婚しても多分長いし。あ、そうだね。もう家族って。だけど俺そんなほっこりした動画撮りたくない。視聴者の皆さん、僕ほっこりが大嫌い。ね、なんか今日もなんか爆発して井村さんのこと言われたら面白いですけどねって言って井村さんの方切ってきたんだけど。どうなんですか。まあ普通じゃないですよ。普通じゃ面白くないから。でもあの一対一の魅力はちょっときついかなって感じ。まだショーも、だって俺が見ようかなちらっと聞いたのは。現場が違うからまあ先喋んないんだよね。じゃあ俺は2位だとしたらダメだと思ったの曲がってね。あ、じゃあ2人で行きましょうかとか。まあ飲むだけが全てじゃないじゃん。まあ1本で。でも2人で行こうって断られるかもしれない。山田さん嫌だ。そうそう、だからもうそれが答えだから。本当にさ、まあ俺は思ってんのはね、これまあ視聴者の人でもまあ聞いていただきたいんですけど、生涯リーダーだ、この子まあ年下だけど頑張っとるで、俺も頑張ったろって、仕事って出るじゃん。この1個ギス1個でもさ、お客さんにパッてやろうかっていうのが、ただ他のためにやっとったら、まあいいや、こんな別に俺入ってないでとかなるじゃん。ちょっとお客さんに1個の挨拶の1つもさ、今日は営業来ないですねとかの、なんかその会話がやっぱ変わってくるじゃん。この会社の仲間になってくれば来るほどね。ここのお客さんもあるし、YouTube 見てるって言ってました。へぇー。こんな。浜野さん指名？ラッキーです。指名？指名じゃなかったけど。へぇ、もうそれはラッキーですよ。あ、ラッキーですね。俺そう、浜野さんのとこ行ったら、これやろうと思っとったの。いやこれさ、せっかくこれバーンって動画でやってくれて、俺もお礼じゃないけど、これさ、視聴者の人に、もう俺思い切って、いくらかな、もう特別値引き。これ、まあ、動画見た、この動画見たじゃわからない。何でいい？なんか。ミオと浜野さんと3人の動画見た。違う。浜野さんがなんかキーワードを。うん。あ、言う。で、今、塗装お考えの方、まあ、3個限定、3棟限定。浜野さんが行く、それも決まり。値引きする。うん、値引き、まあ金額にもよるけど、まあ金額が張るなら10万円値引き、最大10万円それ浜野さんの 手数料も10万円 10万円引く。やばい、浜野さんめちゃそんなにもらってねえってそんなにもらってねえ、まずそんなに損したらもう赤字になっちゃうよってね。で、いや浜野さんにはまあナンバーがアップだって、まあ指名だから指名料みたいな感じ、指名料みたいな、おうちの利益は確実に下がる。あのうちの利益とかね、あらり営業経費とかは下がるけど、まあもちろん YouTube から来てくれるから、まず広告宣伝にかかってないのと、やっぱこれで来るから営業も何まあ何回も行かねえじゃん、
普通大体お客さんってこの行った後もじゃあどうですかあれとかやっぱ営業かけていかなかったさで3個限定でこれもでも年内までの工事か、まあ、年始1月2月2月いや年末は忙しいわ今から年始1月2月にやれる人で、うん、浜野さんにやってほしいって言うと、うんまあ、愛知、三重、岐阜まで行ける、まあ、浜野さんと話しますけど、まあ、清須の辺で1時間以内ぐらいだね清須周辺の1時間以内ぐらいで、まあ、3個限定スーパー値引き俺これ指名料取れるようにしたいなと思って、まあ、ちょっとでもいいじゃん2枚で3枚でもいいけどこれは全部職人さんのもんだよって違うじゃん2万3万って全然違うじゃん、まあね、年内ね1月2月工事で、まあ、3個限定、まあ、4つまでいけるか1月の中ぐらいから2月末ぐらいまでだったらまた忙しい時期始まっちゃうんで3月まで、うん、でそこが今 YouTube は本人出んでもいいけど撮らせていただくかもしれない、まあ、外落外見とか、ね、キーワード何するのキーワード何にします？何でもいいですよ。本当に何でもいい。じゃあ自分の好きな食べ物でもいい。じゃあ本当になんか変なことでもいいですよ。円形脱毛症。円形脱毛症。かっこいい。なんかそれ、電話でそれ言われたら、なんかちょっとショックになるじゃないかもしれない。円形脱毛症かけるんですねって言って。キーワードは浜の指名で。浜の指名。あ、なるほど。キーワードは浜の指名。この動画見た人で、キーワードは何ですかって言った時に、浜の指名と。ハマちゃん指名じゃダメだよちゃんとハマの指名じゃなくてダメってことねハマの指名だけど浜野さんはあのショートの動画があんまり盛り上がらなかったから追加料金なしね増えるよってさっき言ったよ増えるよっていや動画を見たけど俺もうやられてありんかったもんいやミオは動画でしか見てないうん、あんま盛り上がってなかったの。だけど浜野さんがその1回目のノンカの時にめちゃくちゃもう、うん、言っとったよなめちゃくちゃ言っとったからそこで爆発して言ったすっきりしましただから本人目の前にしても言うことがあまりありませんみたいな状態なのかなってみは思ってあそこで多分もう気持ちがすっきりしたんだそうですねでも体に負担が来たね頭に悩みが多いんですよいやそれで悩んどったんじゃないですかやっぱいやそうでもないそうでもないですでもそういう人が一番危ないっていうかストレスないと思ってる人ほど危ないってあそういうことが我慢強いからだから大型だもんで脳天気だもんで、うん、全然そんなん大丈夫かなと思ってあれ体にきとんだね自分が気づいてないんだ、うん、はいじゃあ浜野さん、まあ、まだちょっと出し切ってないんでもう一発がちょっと動画あるかもしれない第2ファイル分かんない飲んだらもう勢いで分かるかもしれないビールの飲みっぷりがかったら出るなっていうのがあるかもしれないでも本当にさっきの話じゃないけどみんないいやつ俺もう本当に自慢できるでも職人思うでしょそうですねあの腕がいいだけじゃなくて人間性がみんないいでしょでもそうだよね人間性磨かんといい仕事もできんじゃん絶対やっぱお金だけのこと考えたらもういいやもう本当に見えとかねになるじゃん、ね、で営業も悪い人間じゃないでしょみんな翔くんどうですか翔くんは別にダメだやっぱビールを持ってこなきゃいけないはいじゃあ皆さん浜さんこんな状態ですちょっと気になってる人多いと思うんでね、はい、結構バスドドでなんか治ってるかと思ったら全然逆に悪化してたみたいな感じだけどなんかね心じゃなくて体に出ちゃってるんだけどあとまたキーワードはあえて言わんとこうか、うん、動画の途中で言ってますんで、はい、ぜひお問い合わせしてくださいよろしくお願いしますはいせーのまた見てねここはうまいもうここだけどうかも分かんない演者だから演者だよすごいよ浜野さんは演者だよ、うんYeah.